よせよこせ。はいどうもー、ゴゴズゴスキャッシュジャのよせよこせです。ということで、超ボスバーエレインとレジェンドやってきましたけども、これの、楽々攻略やっていきたいと思います。かなり強い、今回かなり強い、めんどくさいんですけど、この場ででいけば、まあ、安定して勝てるかなっていうので、ちょっとねポイントも話しつついきたいと思います。それではいきましょう、レッツゴー。はい、ということで、ここからはちょっとアフレコを入れていきたいと思います。あのね、マジで強いんですよ。マジで強い。で、まあ、注意すべき点は、まあ、魔人族は連れていけないっていうのですね。魔人族は連れていくと 500% ダメージ与えられて、もう即死なんで、魔人族は絶対に連れていけません。で、このキングのシールドね、キングのシールドをずっと貼り続けているのであれば、HP が減ることはほぼほぼないです。ほぼほぼない。ほぼほぼないんですけど、あの、1ターン目は大丈夫です。あの、フェーズ1ですね。このフェーズ1はなんとか大丈夫なんですけど、フェーズ2がマジで厄介、めんどくさくてめんどくさくて、ということでフェーズ1で、まあ、成長していきますね。カード整理、あのフェーズ1の抜けるポイントがあって、全員の、必殺を貯めた状態で抜く、そしてリュドのバフを抜くタイミングで打つっていう、抜くタイミング、フェーズ1を抜くタイミングでリュドのバフを貼って、キャラを倒した後、リュウのバフがついた状態で次のフェーズ2の番に全部の必殺を食らわせるっていう感じですね。なんで、ここ番を先に倒して、エレインの方はちょっとね、生かしつつ、立ち回ってってください。これで全員の必殺を貯めた状態で、絶対動く、必殺は貯めてください。じゃないと、あのバン倒しきれません。硬すぎて、硬いってか HP が多すぎてバン倒せないんで、必ず全員のあれを貯めてください、必殺を。でフェーズ2のバンが3回復活するんですよね。3回復活する。で必殺ゲージがね5個以下かな、5個以下になると復活しないのかな。だからそれをもう1ターン目2ターン目で狙っていくっていう戦いになりますね。なんでかなり難しいです。必殺レベルね、ちょっと低い人はね結構きついかもしれない。フェスカの必殺レベルとリュウドの必殺レベルが結構大事になってきますね。でここで今抜くターンですね。フェスリュウドのバフをつけてからフェスカ攻撃2枚で抜けます。はい、ここで抜けました。でこの後の必殺がめちゃめちゃ大事です。この後の必殺がめちゃめちゃ大事です。キングの必殺で与えるダメージ増加で、フェスカで1回倒して2回倒す、1回倒して追撃で2回目倒す、1回特殊戦技発動で、ここ見てもらったら分かるんですけど必殺ゲージが下がるんですね。これで倒す。でここクリティカルが出てればね、ここでバン倒せたんですけど、僕倒せなかったんで、まあ、倒せなくてもね追撃あればいけます。追撃でバンは必殺ゲージが多ければ多いほど与えるダメージがアップするんですね。1個につき 15% アップなんで、でこいつ10個つくんですよ。でスタート時にもう10個ついてるんで、スタート時から化け物なんですね。なんでとにかく1ターン目で必殺を減らしていくしかない。相手を倒してバンを倒して必殺を減らしていくしかないんですよね。ここを勝つためにはこのねキングのバリアも余裕で割れます。なんでこの方法しか今のところないのかなって僕は思ってますね。必殺減らしのキャラをね入れてみたんですけどね、そんなんじゃどうにもならないぐらいねバンの攻撃が痛くて、であとはもうここはね攻撃を食らわないようにキングの札を使ってもうどんどん倒していくだけですね。だから注意すべき点はそのフェーズ1でリュウドのバフを焚いて次に行く、でキングの必殺打ってフェスカの攻撃で1発倒す、追撃で2発倒す、フェスリュウドの必殺で3発目でとどめっていうのが一番いいですね。それね事故っちゃうとどんどんバンの札が重なってまた必殺ゲージが上がるっていう時があるので、そこだけ気をつけてください。ということでこんな感じで終わりました。皆さんもぜひやってみてください。ということでバイビー。